こんにちは、野口浩太です。そして一般社団法人 TTF 協会代表の今村園子さんです。今晩も2人でお届けします。よろしくお願いします。お願いします。園子さん、TTF で紐解く作曲家シリーズ。はい。ということで、恐れ多くも、これまでショパン、モーツァルト、2人の先生を紐解いてきたわけですが。申し訳ございません。ごめんねって それからそれぞれのファンの皆様方ごめんなさいってファンの皆様ってそう今回もこれ臆することなく大先生取り上げちゃいますよよろしいでしょうか。その名もルードイフ・ファン・ベートーベン先生、イエーイそこ行っちゃうかみたいだねまあでもね、またその別の視点からこの作曲家を見ていくっていうのもね、すごくいいんじゃないかということで進めているわけです。はい。ただね、ベートーベン先生はね、ちょっと難しい事情がありまして、それ何かっていうと、彼の生年月日がね、ちょっとね、あやふやなところがあるんですね。まあどういうふうにあやふやかというと、まあいろんな資料を見てもこんなふうに書かれています。彼の生年月日、1770年12月16日頃って書かれてんですよ。っていうのもですね、正確な記録っていうのが残っていないっていうのがあるんですね。まあ、洗礼を受けたのが12月17日であるということしか分かっていないということなんです。ですから、まあそこから逆算して12月16日頃なんじゃないかということなんですけれども、今回僕たちはこの、じゃあ2つの可能性、12月16日に生まれてたとしたら、あるいは12月17日に生まれてたとしたらという、それぞれの鑑定をしてみましたところ、はい、園子先生お願いします。はい、いずれにしても自分軸という、はい、いずれにしても自分軸ことでございました。はい。でね、自分軸の中でも前回モーツァルト先生が4番だとかいう話をしましたけれども、ベートーベン先生も、なんで私まで先生って言ってるかわかんないんですけど、ベートーベンも、ね、この17と16だと番号が違ってくるんですよね。だから、多少というか、まあ全部8タイプを見るとね、全然違う人になるんです。17だと割と楽しいことが好きで、楽しいことで、頑張っていくタイプなんだけれども、16日の場合はね、困りごとにならないように努力するという性質を持ってる。これが分けていく。未来志向とリスク対応型って分けられるんですけど、うん、それに真っ二つに分かれるんですよ。はいはい。16の場合。同じ自分軸の中でも、こうタイプ、違うタイプの自分軸っていうことになるんですね。それと、あと皆さんにね、最初、断っておきたいのが、もしかしたら全然違う日だったっていうこともありますから、ね。その、最新の研究の結果、全然違う日でしたとかっていう、もしね、その辺ご存知の方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄で教えていただければ、ね、その日でまた鑑定できますからね。そう、アドバイスいただければと思います。はい。いずれにしても自分軸っていうことで、ベートーベンを見ていこうっていうことなんですけれども、彼のさ、この歴史を見ていくとさ、すごい面白いことっていっぱいあるんだけど、僕、その引っ越しの多さ、ウィーンに来てから、ウィーンの中で、最低40回。まあ、記述によると70回以上っていう場合もあるんですけれども、ものすごい回数の、ね、引っ越しを繰り返してきたっていうのがあるんですけども、それってまあ、家主さんとのトラブルっていうことも、こう、あったっていうのもあるし、あと、作曲活動をするわけじゃない。そうすると、この、聞かれちゃう、こう、ちょっと盗作されちゃうんじゃないかって、そういう、ね、そういうのもあって、こう、どんどん引っ越ししてたっていうね、そういう話も聞いたことあるんですけども、そのあたりの話って、なんか PPF 的な観点から言えることってありますか？そうですね。自分軸ってやっぱ負けたくないっていうのがあるから、うん、ね、だから自分が作ったものを人に盗まれたくないはすごくあると思うんですよ。うん、
うん、だからその、うん、せっかく生み出した音楽を取られるってことにはナーバスになっていた可能性はあって、って考えるとリスク対応型なのかなって思って。ああ、なるほどね。うん。うん、リスク対応型、うん、はいはい。だと、こう、困りごとにならないようにならないようにっていうことで、どんどん心配性になっていくんですよね。で、それで言うと、うん、資産、ベートーベンって、実は、まあまあなお金持ちだったのに、めちゃくちゃお金のことを心配しまくってた、この書簡がやっぱ残ってる。ね。で、彼の死後、その彼の遺産を見て、蓋開けてみたら、まあ、めっちゃお金持ってんだんじゃん、みたいな。資産あんじゃん、みたいな。そう、そこら辺ももしかしたらリスク対応型？うん、あのね、これはどっちも言えて、16日だったらリスク対応型で、お金なくなったらどうしようって言って、こう、何百年生きるんだぐらいのこと考えてたかもしれない。で、17の場合は、ただのケチだったかもしれない。ああ、そうなんだ。そう、あの、ベートーベンと同じ性格でね、こう、目的とかが明確じゃない子たちがいて、で、その男の子たちが、やんちゃな男の子たちで、そこの、やんちゃな子をまとめてる社長がうちの講座を受けてたんだけど、はい、あの、ライター貸してくれって言ったら、ガスがなくなるから嫌だって、言った子と同じ性格なんですよ。十何の日だったら。へぇーだから、ケチだから金貯まるっていうタイプなのか、老後何年生きるか分かんなくて怖いから金使わないっていうタイプなのか、どっちかだけど、いずれにしても、あの、お金のことは心配になっちゃう自分軸。なるほどね。まあ、じゃあ、で16日なのか17日かっていうことで、まあ、ちょっとずつ微妙に変わってくる、見方が変わってくるっていう話なんですけれども、まあ、じゃあ一つのこの、もし仮に自分軸っていうね、のが、まあ、あったとして、面白いなって思ったのが、ショパンの回をやった時にもちょっと名前が出てきた、チェルニー先生。練習曲をたくさん書いて、今でも世界中で弾かれている、チェルニー先生ですけども、チェルニーっていうのは、ベートーベンの弟子でもあるんだよね。ね。で、それから、もう一人、シューベルト。で、直接ベートーベンにこう指導をしてもらったとかっていうことはないけども、でもすごく尊敬をしていて、まあその流れを、このシューベルト、全然作風とか違うけれども、尊敬していた。ベートーベン先生ね。この二人のチェルニーさん、シューベルトさん、この二人の軸が共通してんだよね。うん、社会軸。そうなんだよね。面白い、うん。言うこと入っちゃうよねっていう。この前にも言ったこうサーキュレーションっていうのがあって、何でしたっけ、相手軸の人は社会軸の話が聞きや、入ってきちゃう、ね。入っちゃう。うん。自分軸は相手軸の話が入ってくる。社会軸のシューベルトさんとチェルニーさんは、もう自分軸のベートーベンさんの話がボーンってもう入っちゃう。もう刺さっちゃうみたいなね。そうそうそう。他の人から言われたら聞かないことであったとしても、ベートーベンが言うとすんなり入っちゃうんです。これがサーキュレーションの妙というか、不思議なところなんですけれども、基本社会塾って人から言われることを聞くって好きじゃないんだけれども、納得してしまうっていうのかな。はい、他の人が言ったんだったら、はぁって思っちゃったりとか、人の言うことなんか聞きたくないよって思うことだったとしても、ははぁ、ベートーベン先生がおっしゃるのであれば、それは絶対納得です、みたいな、はい。もうありがたいお言葉として、自分の家宝にさせていただきますぐらいな感じになって、いうこと聞けたんだと思います。まあ、その一方で、このベートーベンの方も、チェルニー、ね、弟子のチェルニーをすごく信頼して、その自分の大事なね、作品の初演を任せたりとか、オペラの編曲、ピアノ編曲を任せたりとかしてるのと、あとね、そのシューベルトも、ものすごくこう、親密な仲になったわけじゃないんだけども、シューベルトの才能も認めていたっていうような記述も、見て取れるあたり、ベートーベンとしても、そんな二人のことがちょっと可愛く思えたのかな。これ自分軸って勝ち負けでしょ、うん、だから自分に戦い挑んでくるやつとか、
で、あの、お話によると、ケチだったじゃない、ね、だから、やっぱり自分の仕事取るとか、なんかだったりすると危機感があるから、可愛がらないけれども、全くもってそれがないこの社会塾の二人は、ベートーベン先生、目がハートみたいになってるわけでしょ。であれば、もう、こいつらは絶対信用できるし、あの、すごい、言い方悪いけど、すごい、あの、チェルニーに関しては使い勝手がいい。うんうんうん。って思ったでしょうし、シューベルトのこの目がハートを見たときに、あ、こいつ可愛いな、才能もあるし、なんかあったら、なんか一緒にできるかもしれないなって思ったかもしれない。あ、かもしれないね。うん。うんうん、そう。まあ、今回、このベートーベンは本当に生年月日がはっきりしないということもあったので、あくまでも、この12月16日だとしたら、17日だとしたらっていう過程で話しています。で今回はね、そういう、TTF っていうものの面白さをね、伝えたいっていうこともあるからね、このこういう話の展開になっておりますので、なんか、細かいところいろいろ間違ってるかもしれませんが、あの、どうぞご容赦ください。というか、いろいろ間違ってたら教えてください。ぜひぜひ。で、またそうしたら、それをもとに、いろいろ面白い話が、あの、展開できるんじゃないかな、と思うので、ぜひぜひ皆さんも参加してくださいね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録をぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。